憩しようよ、休憩。だな、喉乾いた。よし、やってこうぜ。無駄遣いするなよ。アンブラ、届け物か、ご苦労様。よくここが分かったな。有能な伝達役だからな。いつもどうやって来てんの？ちょっと待ってな。花だ。この間冠を作ったお花です。うん、覚えてる。ジールの花。あの、うん、お帰りになるとき、この手帳もお持ちになってもらえませんか？うん。そしてよかったらノクティス様にも何か貼ってほしいのです。いいぞ、気をつけて帰れよ。答えないだろうけどさ、一応。じゃあ聞くな。それって何してんの？だよね。荷物も届けたし。次のニュースです。ルナ・フレーナ様が停戦協定についてのご自身の声明を発表されました。この度は停戦協定の締結が決まり、大変嬉しく思っています。そして皆さんご存知の通り、私は婚約のお話をいただきました。今後カンナギの務めをどう果たしていくのか心配する声が多くあると聞いていますが、結婚を境にカンナギの使命が変わることはありません。これまでと同じように私は皆さんの住む地を訪れ、祈りを捧げていきます。ルナ・フレーナ様は結婚式のため近くテネブライを出発されるとのことで、式を終えられるまでの間カンナギの公式な訪問は一時的に中止されます。え、協定で？ああ、そこで決まったんだ。平和の象徴ってやつだな。半分政略的な結婚じゃん。だがルナ・フレーナ様も望まれてのことらしい。新郎も文句はねえんだろ？あ、何それ、テレ。はあ？猫、どうした？散歩中か？仲間とはぐれたか？あ、じゃあ腹減ってる、減ってんのか。ああ、わかった。ちょっと待ってろ。なんか探してこねえとな。猫の餌が？近くで釣りでもする？そうだな、やってみるか。じゃ、腕試しだ。
ちそう。お、やったな、ボクソ。ほら、釣ってきたぞ。え？魚嫌いなのか？あー、レストランに行って。ここ、猫が食えそうなものってあるか？新しい冷やかしかしら。え？あー、いや、あー、あっちに猫が。冗談よ、事情は分かってるわ。あの子のご飯なら作ってあげる。ただ材料がね、今からお客さんに出す分で最後なの。だからこの魚を一匹調達してきてね。お疲れ様。ちょっと待っててね。あなたいい人ね。でも気をつけなさい。猫って執着するし、何より美食家よ。美食家ね。下手なご飯じゃ満足しないの。はい、これ持ってってあげてね。持ってきたぞ。この贅沢猫。懐かれたっぽい。どうだろう、執着されてしまうかもな。されちまうと大変だぜ。あっつ、ジャケット脱いだらどうだ。そうか、どうしたの。新しいレシピを思いついたぞ。へえ、楽しみだな。すぐにお持ちしますよ。ありがとうございあ、おはよう。イグニスは？すぐ戻ってくるだろう。
なんだよ。どの新聞も同じだ。何が？オートが陥落した。はあ？何言ってんだよ。落ち着いて聞いてくれノクト。落ち着いてんだろ俺は。インソムニアがニフルハイム帝国軍の襲撃を受けたらしい。昨日の夜調印式の席で騒ぎがあった。帝国軍はオート城周辺を爆撃、国王陛下が死亡。おい待てよ。知らされていなかった。何がだよ一体。調印式は昨日だった。そしてバカ言うな。俺たちはオルツシエに向かってたさ。だが襲撃されたと報じられている。今朝の国内全ての新聞にだ。冗談だといいのに。他に情報は自分たちで見てくるしかねってことか。ならインソムニアに戻ろう。危険がないとは限らない。ここにいたって同じだろ。どうだ。ああ。みんな無事かな。無事なわけねえし。まだわからない。はあ？町も城も襲撃されてんだぞ。落ち着け。親父も騙されやがって。おい、帝国に裏切られたんだね。真実はまだわからない。だから戻るんだ。ふざけやがって。何が停戦だ。戦艦、兵士たち、魔導兵を運ぶ船だ。人造兵か。ああ、大量生産されている人型の兵器だ。本当に停戦協定はなくなっちゃったんだ。あれ見て。オート周辺は封鎖されているのか。先には進めねえな。迂回しようぜ。少し行けばオートが見える場所に出るだろう。帝国軍、このくらいなら片付けちまうか。ああ、蹴散らしてやる。もう停戦もなんもねえからな。協定については今回の事件を受け当面の凍結が発表されました。また
崩御されたレギス国王陛下に続きノクティス王子、そしてテネブラへのフルーレ家カンナギ、ルナ・フレーナ様のご逝去が新たに確認され消すな。ごめんいらねえよ。もしもし、コールか。無事でいるようだな。どうなってんだ今。どこに。外だよ、そっちに戻れない。ああってなんだよ、なんなんだよこれ。俺たちはどうしたらいいんだよ。親父は、ルーナは。王子が死んだってどういうことだ、説明しろ。俺はここを出てハンマーヘッドへ向かう。はあ、陛下は亡くなられた。何が起きたかは必ず教える。まずそこを動け。また会おう。ああ将軍か。なんとハンマーヘッドに行くって。陛下は